はいどうも、テケテケです。はい、ちょっとで今回は視聴者さんというより運営さん宛てに動画作ってますが、新しくガチャに並んだ MR アバターリュウビちゃんのスキルにですね、敵に対する範囲攻撃をした後 HP が低い味方2名に対して異常状態を全て解除するっていう、まあ罪悪状態全解除ができるすごい機能がついたわけですが、はい、こちらの機能がなぜか、はい、今相手の乙姫に罪悪封印がついている状態でリュウビがスキル2を迎えるタイミングになりますが、まあ、リュウビのスキル2で敵を殴っていって、はい、乙姫を殴る時の罪悪封印が今ついてるのに、リュウビが殴った瞬間解除されてしまいました。で、当然味方についてる罪悪燃焼なんかもこんな感じで、はい、剥がせるので味方の方も剥がすんですが、敵の罪悪状態も剥がしてしまうということで、で、これ表示だけでなくしっかり乙姫、はい、その後スキルを打ってくるということで、まあ、完全に罪悪封印によるスキルの抑制効果も外れてしまっているということで、表示バグでもなく、もう効果として敵の罪悪状態を剥がすと、はい、ような敵に対するサポーターみたいになってしまってるんで、はい、これこのままだと戦役なんかで下手したら味方がばらまいた撃砕とか破壊とか風波とかそういったものもリュウビちゃんが剥がしてしまう可能性が出てくると、めちゃくちゃ致命的なバグになると思うんで、運営さんこれは早急に修正いただくようお願いいたします。はい、リュウビちゃん取った方で戦役なんかで使う方、おそらくこの不具合発生してしまうと思うので、まあ運営さんに修正依頼問い合わせる際証拠映像を求められると思うので、はい、その時にこの動画使っていただいて OK ですので、これはすぐ修正してもらいましょう。はい、とつで以上バグ報告でした。はい、それでは。